なんか訪ねに来たわ。おはよう、今日も教えに来たよ。朝一番だからな、朝一番だからな、なんかこう断りづらいしな。まあね、チュートリアルですから優しいですね。こうちょっとずつ慣れさせてくれようとい う、 こうユーザーフレンドリーな感じで、あ、昨日はどうも、あの、かぐやの人ですね。うん。で、今日はクラフティングの説明かな。まあ、一応もうメニュー見たから、だいたいなんかどんな感じなのかっていうのは分かってるんですよ。で、あと、あの、なんていうんだ、手に入れた丸太を木材にしたりとかいう、なんていうの、二次産業的な、なんかそういうのも今回あるらしいですね。そう。あの、よくあるさ、炉になんか鉄鉱石を詰めたらインゴットができるみたいな、そういうのがこれらしいです。はい。っていうのを教えてくれました。まあ、僕もすでに知ってるんですけどね。ありがとうございます。ご足労いただき。AM10 時。なんか、この子農家にしては割と遅く起きるな。あの老人たちの説明の時間で取られたわけ？そういうことなのか。ゼンマイ無限湧きするな、この、このスペースは。まあ、とりあえずやっていくか。まあ、木切ったりとかするし、あと鶏、あ、鶏、卵産んでんじゃないの？つかさ入るよ。あ、産んでる。産んでるわ。毎日つかさが俺のために卵を産んでくれるんだな。撫でといたろ。これ、昔ブラシっていうアイテムがあって、それで撫でたりしたんだけど、もう手でいいのかな、そこは。別にいいのかな。あ、で、仲良し度とハッピー度っていうのが別にあるんだな。これ、甘神とかキミキスでいうところの友達縁とか恋人縁とかみたいな、そういうあたりに関わってくるのかな。じゃあまあ毎日放牧するか。うん。だし、まあ、つかさがご飯食うんだったら僕もご飯食いたいんだよな。最低限人間のこう文化的な生活はしたいよね。毎日違うものを食べて。確か1日目は僕ベリーを食べて、2日目はティーを飲んだね。だけ。うん。それだけだった。僕の食生活。ちょっと水やり中なんだけどさ。多分ここでご飯が、あ、作れない、え、ちょっと待って、クッカーとかないの、これ。あ、ないね。ご飯食べたいんだったら街に出ないといけないみたいですね、どうやら。しばらくの間多分、あの、ある程度したら自分で作れるようにもなると思うんだけど、あ、これ水やり必要ないのね。うん、しばらくは。これご飯食わなかったら死ぬことはねえだろうけど、なんかあるかな、栄養失調で一日潰れましたみたいな。ちょっと毎日食べるぐらいの気持ちではいいよ。そうしよう。なんか水たまりとかあるんだ、よくわかんないけど。ちょっと視界が悪いから木を刈り倒していくか。なかなか綺麗になったでしょ、鶏の前。工場会本部の前、荒れ果ててましたけど、もう綺麗になってきましたよ。で、午後に回って、腹も減ってきたから、マジ行くか。あ、ご飯食べに行くって言ったのに、女の顔を拝みに来ちまった。あー、もう愛が燃えてんなー。あれ、こんなんだっけ？あ、なんかまた違う女がいるわ。ホテル暮らし、あ、そうだそうだ。君の部屋ね、あの、昨日入ったわ。うん。動物の像を買う。あ、なんかそういうのもあるんだ。見た目的なあれね。あ、鑑定できるアイテムを持ってないので、じゃあ僕を鑑定していただいて。まあ、君もせっかくだから話しかけてあげるか。なんか町の人たちはね、話しかけてる感じね。なんか、なんて言うんだろうな。田舎コンプレックスなのか。この町もっと発展してくんないかなとか、人間より動物の方が多くないとか、口々に言ってますね。発展させてやるか。ちょうどいいからクエストをね、消化しに行ってやろうかな。ここじゃねえわ。そうそう、ここ、市役所の。昨日草をくれみたいな笑いに飢えてるやつがいたから、納品してやろうかなって思ったけども、見ての通り変わってる。ああ、そう、このいおりっていう子がね、僕のもう一人の、
婿候補ですね。この子もいいなって思って。ただワイルドベリー持ってねえんだよ。俺食っちまったからよ。毎日変わるんだな、これ依頼。え、一日経ったらなんかもう諦めるみたいな、それぐらいの感覚で頼んでんの？もう、こっちはもう命かけて牧場やってんのによ。しょうがねえ、飯食うか。火曜日定休でしたね。はい。俺どうしよう。なんかね、その辺のコンロ使って勝手に飯作っていいっぽいんだけど、多分料理のレシピないんだよね。え、食いっぱぐれた、3日目にして。どなたか恵んでいただけないでしょうか。死んでしまいます。あ、ここ？あ、食材屋。とりあえず食べ物がある。行こう。ここ、昨日入ってないと思うわ。あ、この人か。この人は昨日あったな。あ、じゃがいもとかカブとか、ここで買えるわ。自分で作りたいやついっぱいある。あ、てか、そっか、それこそ卵とかもあるんだ。あ、てか、魚も釣れるんだよな。え、これさ、あ、あるあるある。キッチンある。ちょ、借りるよ。クックパッド。クックパッド開けませんかね。あ、ビストロあるじゃん。ここで食おう。高そうだな、ビストロって言ったら。嫁候補がもう一人いる。この子もね、候補、あ、顔が隠れちゃったな。あ、可愛いな、この子も。あなたが私がタナトス。そんな、あなたも私もポッキーみたいに言われてもな。あ、この子、ビストロで働いてる子なんだ。不当客になればなんかこう、なんかさしてくれるとかあるから。で、あ、この人も可愛いね。妙齢の女性。いくらするかな。なんか変わんないかな、メニュー。あ、変わるな。あ、いいな、カレーライスオムレツ。あ、いいメニュー。え、いいじゃん。どうしようかな。ベジタブルジュースだけ飲んで帰る。ガリガリに痩せ細りそうなんだけど。牧場物語って別に牛の肉とか作るわけではないけど、ビーガン向けのゲームではないよな。カレーとか、もうこの3日間紅茶しか飲んでねえからな。カレーじゃねえんだよな、やっぱり。ありがとうございます。あ、左上に満腹マークみたいのが出てるね。やった。とりあえずじゃあなんか毎日金をすり減らしつつご飯だけ食べようかな。うん、まあ、どんぐらいメリットがあるかもわかんないけど、せっかくだからね、こういうのはなんか雰囲気楽しんだ方がいい。一日一食っていうのもちょっとあれなところではあるけど。で、あとね、お洋服屋さんどこにあるんだろうな。お洋服屋さんがきっとあると思うんだけど、あ、公園だ。公園ですね。あんまり人がいないね。あ、春だからこう桜がね、もう画面内にはずっと待ってるんですけど、桜がありますね。あ、で、昨日行っても何もなかったんだけど、この辺にいるんじゃないかな、伊織くん。伊織くんが寝つく前に、ちょっと、ファーストコンタクトしたい。ああ、いいね、畳じゃん。あ、なんか、学校になってるんだな、ここ。これ、さっき見たな、この人。あ、同説って言うんだ。うん、うなれらいきり。で、いおりさんはなんかそのね、外国、まあなんか、よくこういうファンタジーもので簡単に出てくる、東の島国、異国から来た王子様みたいな感じで、お付きの方なのかな、この人。王子様と玉の輿を、いないね。別のとこいるみたいだわ。おじさんにしか会ってないわ。あ、キツネがそこにいる。かわいいか、あ、ここの木も来れないかな。町の木は多分切り倒したら怒られるんだろうな。切れないんだろうな。くそ、見たいことが何も見えない。なかなか木が邪魔をしてくるな。もう自然との調和、時として人の邪魔になる自然ではあるが、
それと共に暮らしていくことが人類の課題であるみたいな、そういうことを訴えかけてきてるんだろうな、牧場物語は。そういうコンセプトか、今回は。うわ、服売ってなさそう、ここ。売ってないけど、種とかは売ってんのか。あ、もう閉店してましたね。すいませんね。ご飯中すいません。ご商売に預からせていただいてもよろしいですかね。あ、どうもありがとうございます。いやいやいや、そうか。せっかくなんでクラフティングしてみるか。大量に木をね倒したからね、木材メーカー作れるようになってるんですよ。これを作成して、観点観点を、でこれを置くと、あ、入ってる入ってる。これを好きな場所に設置する。そうしてこの中に原木を入れると加工されると。あ、こういう感じね。待ってりゃいい感じだな。っていうのが、まあ今作の新要素らしいな。長らく僕牧場物語やってないから知らないうちに追加されてるものとかも多いと思うんだけど、これは今作で初めてらしい。はい。あ、鉄鉱石手に入れた。で、この先に見える洞窟もね、多分ね、あれなんだよな。そこの石どけて進んでったら、中なんか広がってて、採掘ができると思うんだよな。で、これもインゴットにしたりして、まあ、なんかの素材になったり、売ったりできるのかな。僕触ってないんだけどね、ドラえもんのび太と牧場物語は、なんかゲームバランス的にはどうやら作物がすっごい安くて、こうやって洞窟にこもって採掘をしてその鉱石を売るのが一番いい。てか、それ以外考えられないぐらいの感じだったらしいです。今作はどうだったんだろうね。うん。あ、クワがピッケルの代わりになってるんだ。まあ、やっていきましょうか。まあ、これはね、ルーンファクトリーと違って、別に敵が出てくるわけではないので。あ、で、なんかいつの間にか、ハンマーで逃げ気格殺になってますね。どうやら。で、なんかダンジョン的な感じで、下に下に広がってる感じなんですね。こんな夜遅くの時間に、あんまり下に行きたくないんだけど、なんか、なぜかこの中、ある程度明かりが灯ってるので、まあいいか。あ、これだね。これを、ハンマーで、割る。これ。ここクワか。あ、これがクワだ。はいはい。あ、ホワイトオパール原石。なんでもあるな、ここ。この牧場、なんで野放しになってたの？結構これ、ゴールドラッシュ待ち構えてんじゃないの？この牧場は。無限に下に広がってんのかな？好きなだけ下に進めそうだな。まあ、ここの実入りによってはしばらく通うことになりそうですね。地味だけど。まあ、ただ思ったんですけど、このゲーム、街にいる時間が結構長いですね。街で住人と話してると、あっという間に夕方になって、それで、体力全然残ってるじゃんって言っての牧場に帰ってくるっていうのがここ数日の流れだったわけですけど、これね、多分ね、昼間みんなが起きてる時間、店が開いてる時間に街に行って、で日が暮れて明かりがなくなってから牧場で農作業をするっていうのがこれいい感じなんじゃないかな。それでいいのかと思うんだけど、多分それが一番効率がいいな、おそらく。うん。まあ、今後もそういう感じでやっていくと思います。そろそろ上がろうかな。ってやってる間に木材メーカーが木材を作ってくれたみたいですね。ああ、で、地面に落ちたアイテムは翌日なくなる。それ気をつけないといけない。ああ、地面に落ちた理由が分かりました。インベントリー満杯ですね。ちなみにこれ鉄鉱石ってそのまんまだとどんぐらいの値段で売れんだろう。大したことね。ホワイトオパール。大したことね。うん。
やっぱ加工してなんぼだな、これ系は。まあそりゃそうよね。了解です。はい、寝まーす。